おはようございます。ごめんなさい、めっちゃ時間間違えてた。声が。おはようございます。今日7時からやったのに。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ブログに明日ひろゆるが欲しいですか。そう、そうなの。普通に7時、7時半って勘違いしちゃった。ごめんなさい。今日も仕事、お仕事が、頑張ってください。今日の昼公演に行きます。ありがとうございます。あとちょっとで寝るとこやった。おー、危ない。よかった。アミタン配信のとこで見起こして、そう、ごめんよアミ、起きてましたちゃんと。ごめんなさい。ガスティーのこのショールームコメディターのパスで上がってきた。そう、この前配信で誰かがSTU の新井さんがあやみちゃんのことを推してるらしいよみたいなことを言ってくださってて、でちょうど配信、昨日の夜に配信してはったから、そしたらまさかの初見じゃなかった。そう、一回見たことあった人でした。7時に起きれず今目が覚めたよ。おはようございます。今日も見た。あやみしんしんさんの新アミヤ見る。そうです、今日も新アミヤやかもしれないですね。まあ多分そうですね。昼公演見に行きます。みんも楽しみ。昼公演ありがとうございます。待ってます。リンナの洋服着てるとこまたキス、ん、また見せてね。うん、届いたら着て、あ、写真ね撮ります。ゆさちゃんとしおりちゃんは昨日申し入れる大変ですね。ちなみに俺も、あら、そうなんですね。ひろゆるありがとうございます。確かに2日連続ひろゆるか。そう、リア中さん、このまた12月にね NNB ホテルシアターに出張公演に来てくれるので、そう、会えるかもなんですよね。3期生、そう、3期生の方です。めっちゃ顔があやみのタイプでした。そう、 STU の方たちが来るっていうのはしてたけど、その人が来てくれる、そのメンバーがね、誰来るんかなって思って見てたら、いるってなったから、うん、ちゃんと HKT ホイテッドのうちさんみたいに声できたらいいね。嬉しいわ。もうすぐさ、直接会える機会があるっていうのが嬉しいですよね。
手の通り僕も STU48 推しだけど着ながら好きだよ。ありがとうございます。そろそろ公演入ると劇場の行き方を忘れてしまいそうです。確かに遠いからね、あれですね。またぜひ青春かナンバーラーティーにお越しください。その日ライブ話会マジ、あでも待って、でもあゆみ早いよ終わるの、多分一部やあの朝の部やから。よかった、しつこいかいいな、いいですよね。だからちょっとオンライン話会終わった後に劇場に行こうかなと思います。リア充をご存知とはお主やるね。そう多分ね、結構いろんなフォーテートグループの配信を見てるんですよ。だから見てたのかな。ねえ、一緒チョコできたらいいのにね。嬉しい、でも来てくれるのも嬉しいし、いつか行きたいですね。ねね、見も瀬戸内行けるといいね。ね、でもあれですよね、瀬戸内ってあれないですよね、そのほんまに NNB 劇場みたいな感じで場所は。サラバス巡業公演の初日メンバーいないから今日の B2 公演は新鮮ね。そうやね、め結構珍しいメンツですね今日は。リア充と仲良し姉妹になってください。リア充よろしくお願いいたします。そう、会えたらいいですね、会えてお話ししたい直接。天空から感謝あげ、あみたちをコンサート学習会の時に出張公演もいるね。出張公演ってあれなんだね、 NNB 劇場でやるってだけで、自分たちの公演やるってだけで、そのメンバー NNB のメンバーがやってる時にこんにちはって来るんじゃないねんね。出張公演ってのがもうなかったから、あゆみが好きになった時はもうあんまりし、そうなんですよね。だからあんま分からんかった。劇場ないですよね。リアチュリアとか言うとですね、ね、昨日ぶりですね。ST のことなんでも聞いてください、わ心強い。どこの劇場行きたい、どこの劇場、AKB さんは一回行ってみたいな。そう、なんか客席を見るのもいいけど、あのステージも見てみたい。そう、船のさ、船のやつは知ってるの、船があったのは知ってる。そう、でもね、なんかちょっとリアチュに言っておきます。ありがとうございます。そう、直接お話ししたい。昔は YNN でも STU さんとコラボ配信したけど、してたこともあった、あった。確かに近いからかな、あの近畿と瀬戸内って。リニューアルした駅まで、いや確かに行きたいね。堺もさ、めっちゃ綺麗おしゃれな感じで行ってみたい。
新潟が来たのが最後かな。あ、新潟の方も球場が空いてる時に使わせてもらう感じ。あ、なるほど。もう来るんじゃなくて来て、あ、使う、ん、アミたちがおらん時に使わせてもらうみたいな感じか。リア充さんなんていう、あの新しいに井戸の井に下の目感じないだっけで洗いで、下の感じが思い出されへん。新しいに井戸に、そうちょっと昨日新しいに井戸で調べたって言ってきた。あ、そうそう、あのリリンゴのリじゃない、何、なしか、なし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 にリンゴの日にじゃない、何だっけこの感じ、あんず、あんずやったっけ、あん、あんですね、あらい、あらい、リオピの、そうそう、リオピのリです、リンゴのリって言ってた。これでぜひ調べてみてください。あらいさん覚えました。リンゴは、そう、リンゴ林ですね。あ、朝アンジュさんのアンでもありますね。リオピノリにアンジュさんのアンです。そう。アシとアンズって字が可愛いね。本当にね。可愛らしいです。あ、ちょっと今日あんまり時間がないので、もうお誕生日読もうかな。兵庫県かぶ、あ、なるほど、かぶってるのか瀬戸内と近畿って。みかにゃんも実は STU の行き過ぎすぎた、あ、そうですね、山口ですもんね、確かにね。たびたびコメントするならフォローしとこうかな。一緒に見ましょう配信。3分、まあ、ちょっとそろそろ伝承を読みたいと思います。そう、ほんまに遅れちゃったからごめんなさい。今日はいきます。13位 K さん、ありがとうございます。12位ヒロポンさん、ありがとうございます。11位、デコモチビトさん、ありがとうございます。10位ヨッシーさん、ありがとうございます。9位カルチャーさん、ありがとうございます。8位タツニーヤンさん、ありがとうございます。7位高政さん、ありがとうございます。6位風呂敷さん、ありがとうございます。5位ナルさん、ありがとうございます。4位カニの絵文字の方、ありがとうございます。3位ムージュさん、ありがとうございます。2位マツくんさん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした、ありがとうございます。パチ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 、気をつけていってらっしゃい。さきやみちゃんコールをお召しします。そうなんですか。みそらちゃんもやってあげてくださいね。嬉しいですけど、嬉しいですね。でも今日は柳さんを初めて見るアバターにしてる、いつものやつかなって思ったら、なんかおもろい。今日は17か。もう手に優せない。うわ、阻止された。頑張って手にしよう。手にしたら絶対なんか違うものが出来上がりそうやけど、目は頑張って封じひん。お前先生してる。かわいい。これうさぎさんですかね、これは。うさぎさんかな。待ってたつもりが時間間違えてた。あ、みもん今日も時間間違えてた。おはようございます。
前身が画伯見せますね。とりあえず目は一旦後で描きましょう。正座もむずいな。腕打ちに入れすぎた。で、低音がこんな感じね。はい、体があって足がここに。目よね、問題は。物が変わりました。うん、ちょっとなんか、うん、できたけどなんか目が違うだけでこんな変わるんやね、この子。はい、じゃじゃーん。今日の1位は柳さんでした。ありがとうございます。どう、なんか違うくない？もう違うものじゃない？全面にしたよ。バランス見て全面にしてみたら変わりました、ものが。可愛いけどイメージ違うよね。なんか違う。よし、ありがとうございます。くっ、買ったぞ。ありがとうございました。ではちょうど、お、22だ。君写真と違わないってなるけどさ、この子が来るよりさ、このこっちの子の方がちょっと印象は優しめ。確かに、これから声入れるの忘れたんかな、この子。印象は優しいけど、ちょっといろいろ違うなとはなりますね。はい、頑張ります。公演ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。また明日も、ん、7時からなので、明日も中間、明日は7時からなのでよろしくお願いします。明日は学校やから7時です。はい、そうね。ではありがとうございました。また、今日の公演と明日の朝配信よろしくお願いします。またね、またね。